はい、今シンガポールのボタニックガーデンっていうところにね、こちらですね、やってきました。オーチャードから電車でそんなにかからなかったですね、15分くらいですね。でここ2015年に世界遺産に登録された、それぐらい立派な植物園ということで、植物には僕詳しくないんですけど、一緒に来た友人がそこそこ植物に詳しいので、いろいろ聞きながら回っていきたいと思います。では行ってみましょう。ご覧のボタニックガーデンズという駅を降りて、もうすぐに、園内に入れるということで、ご覧のようにユネスコ世界遺産に2015年、登録されていますよっていう看板もありますね。よし、じゃあ入っていきます。今入り口の地図を見てるんですけど、ここにいまして、館内めちゃくちゃ広くてですね、これ普通に回ると3時間か4時間ぐらいかかるとのことなんですけど、そんなにここにいることはできませんので、一番有名なここの、ナショナルオーキッドガーデンというところに、向かおうと思います。結構距離がありますね。とりあえず歩いて行ってみます。あ、ここに大体何キロか書いてますね。ナショナルオーキッドガーデン、ここから 1.3 キロ、まあ歩いて20分ぐらいで行けるんじゃないかな。こんな感じで市民の人が憩いの場としてランニングスポットとしても使ってるエリアみたいですね。お、こっち芝生すげえ、なんかリラックスできそうな、遊べそうな、鳥たちもあそこに何匹かいる。お、すげえすげえ走ってる。あ、サッカーやってるよ子供とお父さんが。すげえいい雰囲気、なんかこの緑いっぱいな感じ。ただ道がいろんなところにこう分かれていて、迷路だけどこうやって案内板がしっかりところどころにあるから、まあ迷うことはないかな。ナショナルオーキッドガーデン、こっち右側。いやでもさっきまで大都会にいたのに、ちょっとこうやって離れるとこんな大自然の中に来れるっていうのは、これまたシンガポールの一つの魅力ですよね。都市の中にも緑がたっぷりでいいですね。なんかコケコッコがいるよ。すごい羽の色してるけどね、金髪、いや赤い髪もあるよ、青い髪もあるよすげえ、こんなニワトリ見たことない。歩いてたらこんな感じで休憩地点のようなところに出てきましたね。はい、まあ、歩き疲れたら多分これ真ん中あたりにあると思うんで、こういうところでお茶して休憩できそうですね。お、お水がたくさん、噴水がちょっと涼しいな、やっぱ。で、見てよこれ、こっちにはニワトリがさっきと同じ種類のたくさんいる。あ、こいつらあれだ、人間が食べてる飯狙ってるんだわここでずっと何やってるんだろう、餌を探してんのかな。もうなんか掘ってるいやでもすごいですね、ここの休憩所こんな感じで噴水、水がたくさん流れてて、すごいリラックスできる空間ですね。なんかここ熱帯雨林のエリアみたいですけど、すごいですねここで。見てみるとノーティスワイルドモンキーズっていう風に書いてますよ野生の猿が時々現れると。ちょっと怖いなでもまあ危害を多分人間に慣れてるから加えないとは思うんだけど、どうなんだろう。これこの植物皆さん何か分かります？なんかこれ実になってるような赤いやつがありますけど、あれは何？あれは実？葉っぱ？花か。でこれ見ると、ヘリコニアスっていうバナナの木の種類みたいですね。まあ、当然日本ではなかなかっていうか絶対に見ることはできないと思うんですけど、バナナの木ですね。これめっちゃ高いですよ。自分の 3,4 倍ぐらいの高さがありますね。さすがにバナナはここにはねないですけど飛行機がほらあの辺飛んでます。あれシンガポール航空ではなさそうそしてこんな感じですごい傾斜が急な芝生の広場、丘がありますね。あそこになんか池みたいなのがある。ほらなんかイベントとかあそこ催されそうな感じですね。ね、人々がこうやってピクニックとかして楽しんでますね。まあ、今でさえねシンガポールはアジアを代表する大都市ですけど、地理的には昔はこんな感じでジャングルしかなかった場所だったんでしょうね。だからまあ正直シンガポールの元祖といえばこんな感じなんだと思いますけど、はい、さあそして
到着しました。あ、ボタニック、あ、違う、ナショナルオーキッドガーデンですかね。はい、こんな感じで人々がたくさんいますけど、まあ一番やっぱここのオーキッド、ガーデンが人気の、ボタニックガーデンの中で人気な場所だと思いますので、とりあえずここには入りたいと思います。はい、ロケーションマップがここにありますけど、ここに行ってルート的にはこういう感じで、一周する感じかな。どこがちょっと見どころかよく分かりませんが、とりあえず行ってみましょう。やっぱさっきのいたところよりも明らかに花が多いですよね。こんな感じでカラフルな花がたくさん見れますね。これは何の花？名前はめっちゃ綺麗。日本にあるランと同じ種類。ランと同じ種類、うん、この中なんかあの柵に囲われてて管理されてるのかな、ちゃんと。めっちゃ綺麗ずっとこの紫の綺麗な花に覆われてる。これも綺麗、うん、あ、中入れるね、これ。すげえ色とりどりの黄色、紫、白と。いやすげえな。お、なんか奥にフォトスポットがあるみたいだからちょっと行ってみようか。行こう行こう。いやでもこういうなんかガーデンに囲まれたプール付きのホテルとかでゆっくりしてみたいな。多分そういうとこあるよね。多分バリ島とかはウブドとかに行くとそういうところがねあるんですよね、うん、そういうところもね、ビーチリゾートもいいけどそういうとこも素敵そうだよね、うん、いやでも見る葉っぱ全部なんか葉っぱがでかいっすよね。なんでこれ日本のより。これね、うん、葉っぱは基本的に植物は日光と栄養分の競争なのになるので、あと水分の競争になるので、うん、基本的に葉っぱはでかくない。葉っぱでかくしようとすると栄養を土からじゃんじゃん吸い取らないかんで、うん、基本熱帯の土って全然栄養ないんだよね。あ、熱帯の土は栄養ないの、うん、そうなんだ。だからあんま雑草とか生えないんだよ、うん、もう。あ、雑草が生えない。でその分葉っぱがすごく大きくなって、うん、背丈だけぐんぐん伸びる。だから、ね、あ、なるほどね、木よりも草の方が多い。バナナとかも草だから。あ、そういうことか。あ、もう栄養が土にないからこいつら持ってるってこと。そう、もう葉っぱが、そう、植物の体の中にも栄養になったため、自分たちでもうそこに貯蓄してるわけね、栄養で、ま、周りの葉っぱなんかいっぱい植物が周りにあるから、もう栄養をこれは俺様のだと言わんばかりに吸い取っていかないと生きていけないと、はい、なるほどね。ランは基本的に、お、なんかいるよリスリスリス、野生のリス。すげえすげえすげえ、ほら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 、すげえ、なんか食ってる。何食ってんの。おおお、早いね動き。おおおお、こっち向いたカメラ目線、おして、なんか食っとるよ、鼻食っとるよ。すごいすごいすごい、おお、取っていった。何これ、鼻食ってんの。じゃあ鼻食ってる。すげえ、野生のリス見ちゃったよ。あ、上行った上行った。ここにフォトスポットがほらありましたね。このアーチ状の花と葉っぱがこう綺麗に飾られた、ここがフォトスポットですね。確かに映えるね、これは。写真撮ればここもフォトスポットです ね。ここ入り口付近なんですけど、すごく綺麗な花がいっぱいありますね。友達がね、こうやってセンス持ってたんで、暑いところに来るとセンスいいなって今思って、持ち運びしやすいしね。間違いなく熱帯地域に行くときはこれ旅の必需品と言ってもいいんじゃないか。僕今まで持ってなかったんですけど、これボタニックガーデンって、ね、こうやって書かれているし、いいお土産になるな、これは。ナイスデザイン。記念に、うん、15だからそんな高くない、1200円300円ぐらいかな、うん、1200円。よし、じゃあこれ買います。初めてのシンガポールでの買い物うん、こんな感じですごいおしゃれな袋と一緒に出てきました。よし、じゃあこれを今から旅の中でバリバリ使っていこう。すげえ、なんか洞窟みたいなところがある。どうなってるんだこの先は。おお、すごっ。
おお、滝が流れてる。すごい。なんか水しぶきが上がってきて涼しい。こここれがバナナ？お、ほんとだ。これがバナナ。すげえ。めっちゃちっちゃなバナナがある。これがさっきの木？そう、で、これが花。あ、こっちが花なんだ。花。なるほど。なんかタケノコみたい。こんなたくさんバナナって生えてんの？もともと。何本あんのこれ？ 100 本以上あるんじゃない？すげえな。まあやっぱ1本安いもんね、バナナ。今ナショナルオーキッドガーデンとジンジャーガーデンを見終わって、ここの植物園から出ようと思ってるんですけど、この奥の方までやってきたんで、ここから MRT まで、さっき見たら 1.7 キロってことでだいぶ歩いたんで、またちょっと歩くのは大変なんで、ここでグラブタクシーを使おうと思います。グラブアプリこうやって開いて、結構簡単にね、これタクシー呼べるんですよ。ここの I'm going to っていうとこを押して、今からちょっとチャイナタウンのマックスウェルフードセンターってとこに行って、軽くご飯を食べようと思いますので、こうやってマックスウェルって検索するとフードセンター出てきます。はい、そしたらこんな感じで13ドルですかね、かかるっていうことで、これね、ブックボタンを押したらすぐに予約ができて、押して、そしたら周りにあるタクシーを探してますっていう感じで、こんな感じで出てくるんですよ。チャイナタウンっぽくなってきた、うん、ここか違うか。グラブタクシーやっぱ便利ですね。もう目の前にこれ、マックスウェルフードセンターがありますね。よし、じゃあ今からちょっと早いけど夜ご飯をいただこうと思います。どこ行こうかな。まあ、今まだ5時半ぐらいだから、ここは、観光スポットとしても大人気だから人混みですごいかなって思ったけど、まだ夕飯時外してるからそんな人いないですね。ただね、あんな感じでもう並んでるお店もあるから、多分並んでるお店はやっぱ人気で美味しいんだろうなって思うけど、まあでもちょっと寝坊しつけてるお店があるから、そこにまずは行ってみましょうか。あ、これですね。なんて書いてんの、この天天海南チキンライスかな。なんか行列がいつもすごいっていう風に聞いたんですけど、あ、やっぱディナー時外れてるからそんな並ばずに食べれそう。メニューが並んでるところにありました、小サイズ、中サイズ、大サイズとあって、値段がそれぞれ、こんな感じか。そんなにやっぱ高くないですね。ポーカーズなんでね。注文したこっちの有名なチキンライスと、他のお店で注文した汁なしワンタンミンをちょっといただいてみたいと思います。よし、じゃあいただこう。まずはチキンライス、チキンをいただこうかな。ほい、チリソースにちょっとつけて、チリソースこれかけた方がいいのかもね、上にね、こんな感じで。なんかこれに弾力があって、美味しい、うん、やっぱり有名なだけあって、ご飯も美味しい、うん、美味しいね。あのバンコクで食べた有名な、名前ちょっと忘れちゃったけど、ピンクのお店のチキンライス屋さんも美味しかったし、それと同じような感じですね、はい。まあ、特別びっくりするほど美味しいってことじゃないけど、あのフォーカーズの中で安いものの割には美味しいかな。でも個人的にはベトナムのあのチキンライスが一番、チキンもサクサクで好みかな。パクチースープも、スープも美味しかったし、あれが一番好きかな。汁なし担々麺をさっきのフードセンターで食べたものは大したことなかったけど、ここのホーカーズのはどうか、さっきのよりも、なんかさっきの甘すぎたけどちゃんと辛みがあって、こっちの方が絶対美味しい。ちょっとお肉もいただこうか。うん、美味しいね。これでいくら？これが5ドルでしょ。こっちも5ドル、5ドル、両方5ドルってことは400円、400円、800円か。まあそんな高くない、やっぱり安い。喉が渇いたんで、ここのオレンジジュースをまたいただこうと思います。2ドルだから、とても安いですね。ちょっと注文しよう。 Thank you。 はい、オレンジジュースいただきました。南国に来るとね、こういうジュースを
お手軽に簡単に飲めるからいいですよね。日本で意外とねフレッシュジュースって飲めないですからね。いただきます。冷えてて美味しいです。たまたまこの席なんです。セントリアから香港の席で、あで香港からシンガポールは一緒です。一緒です。フリー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 センキューセンキューフリーフリー。本当にやった。本当にフリーみたいです。太っ腹っす。あそっか。でも今そこの買ったお店の人が出してくれたから。そう出してくれたんで。すげえ。なんかこんなのができるのもんかと思う。すげえ。何これ。もやし、もやしとメンマが入ってるよ。すげえ。もやしとメンマですね。いやまさかの。もう終わりや。電気が消えちゃいました。あ僕らが注文してちょっとしたら22枚。何これ。ハッピーニューイヤーだからですかね。早めに。だって普通は夜空いてますよね。ですね。年季だから。いやよかったわ早めに来といて。よかった、ね、本当。もう今6時だから。めっちゃラッキーや、いやー、美味しかったですね。ホーカーズは庶民的な食事のエリアなんで、値段もそんなに高くなくて、ご飯自体もね、すごく美味しいから、おすすめですね。じゃあ、今からカウントダウンのイベントに、マリーナベイの方に向かっていきたいと思います。シンガポールのセブンイレブンに来てみましたけど、これ、ほら、おにぎりの味が、うなぎおにぎり。で、こっちが、サテーね。うん、シンガポール料理のマレーシア料理って言った方がいいのかな。やっぱご当地の、ね、ものを使ってて当然日本とは全然違いますね。当たり前だけど高菜おにぎりとかないですよ。すげえ。全く日本に売ってるやつと同じやつセブンイレブンに。すげえな。あるんだ。人が多い、はい、にぎわっとるあの辺、なんかこれも一応有名な建物なのか。ヒンズー寺院っぽいね。でもこれなんかそうっすね、うん、中国じゃなくてこれインディアン系。インディアン系ですよね。そうですね。これは、まあ、こっちの方は中国っぽいけどなんか飾り付きが、うん、この雰囲気はすごい香港な。そうですね。似てますね。あの夜市とか、はいはい、すごい商業的な感じが出店がたくさんあって、側面にこれでも歴史的な建物、ね、みたいな感じ。アンバランスがまたいいですね。そうですね。本当にここ使うんじゃなくてね。あこっちも続いてるし。こっちもすごいですね。すげえな。これよずっとメインっすね。夜絶対もっと賑わう。夜はすごかったですね。この辺はめっちゃ天気綺麗で、うん、もう歩けないぐらいに。そう結構人いましたね。なる。台湾の夜市とかも。そうそう、ね、そんな感じに。そうそうそう、シリンの用意とかこんな感じですね。まあ、ね、でもあそこに一番奥がちょっと最先端になる。そうそうそう。MRT の駅だけは。そうなんかすげえ異質だもん。この2つ両サイドは歴史的で。そう、ね、あそこだけは近代的でモダンになる。モダンな雰囲気になりますね。すげえな。これでも無理やり作った感がすごいな。この地下ですね。思いっきりど真ん中にズドーンって。なんか後からもう作りました的な。本当に割り込んできた感じが。ここだけ本当にすごい後付け的な感じ。間違いなくね。カウントダウンイベントの後視聴者さんから勧められて訪れた場所があります。ここは日本占領時期指南人民記念碑という場所です。第二次世界大戦時の1942年から1945年まで日本の占領下に置かれていたシンガポールでは5万人を超える人々が犠牲になったと言われています。ここに4本の塔が立っていますが、これはその時の犠牲者を追悼し、シンガポールの4つの民族、マレー系、中国系、インド系、ユーラシアンの団結を記念するのを目的として作られた塔になります。驚いたことに、この塔はお箸のような形をしていることから、チョップスティックスと親しみを込めて呼ばれているにもかかわらず、多くの若者はその歴史には無関心のようです。過去の歴史から他国を敵視したりすることのない外交上手のシンガポールの政治的なコントロールも絡んでいるのかもしれませんが、我々日本人はこの先絶対に犯してはならない罪の象徴として心に刻んでおく必要はあるのではないでしょうか。